中国では犬にリードをつけずに散歩をして掴み合いになりました男性と女性が暗闇の中つかみ合っています中国浙江省甲州市で3日子供を連れて散歩していた母親がリードをつけていない犬を追い払ったところ欠航した飼い主に殴られましたこの事件を受けて甲州の都市管理委員会は文明的に犬を飼おうと呼びかけ 明日から犬にリードをつけずに散歩した場合最高およそ1万6000円の罰金を科すと発表しました。